一方、大石知事は議会後の会見で、九州新幹線西九州ルートの未整備区間をめぐる長崎佐賀両県と JR 九州による意見交換の場について佐賀県側から提案があったと明らかにしました。これについて知事は日程を調整中とした上で、改めて国などが佐賀駅を通るルートを最適としていることは尊重すべきと述べました。新幹線整備のあり方といったものは我々のその長崎佐賀 JR 九州で決められるものでは全くありませんので、あくまでも協議ではないというふうなことで確認をしてございますので、そういった意味で意見交換であればいいんじゃないかなと思う。また大石知事は県の来年度人事について IR に関する部署を縮小する一方、長崎ピース文化祭課を新設し再来年度の開催に向け準備を進めると述べました。